はい、映画探求堂とことん映画案内のジョーヨガーです。さて今回紹介する映画は6月11日から公開の菅田将暉主演映画キャラクターです。やわらや20世紀少年の浦沢直樹作品の共同制作者として携わった長崎隆によるオリジナル脚本を、恋は雨上がりのようにや定位置の国の、永井明が監督をし、殺人鬼と出会ったことで数奇な運命をたどる漫画家のマスローを描くサスペンス映画ですね。それでは簡単なストーリーを。売れっ子漫画家を目指す山城慶吾は新人賞等では入選をするが、優しすぎる性格がゆえに悪役が描けず雑誌連載ができないため万年アシスタント生活に甘んじる。そんなある日、山城の師匠の作品をアシスタント作業をしている際に師匠から誰が見ても幸せそうな家のスケッチを頼まれ、山城が受け合うことに。山城は早速とある豪邸をスケッチするが、その家から漏れる音楽を、隣の家から、注意され、山城はしぶしぶその家に入ると、その家の家族4人がすでにリビングで惨殺されていて、山城は刃物を手に、庭から出ていこうとする一人の男を目にすると、こんな感じですね。主人公の山城はこの事件をきっかけに30死という、サスペンス漫画を作り大成功を収めるが、1年後神奈川県と山梨県の境の山道でまた4人家族の惨殺事件が起こり、この事件を担当した刑事のセイタが30死のファンで、この山道での惨殺が30死のワンシーンと告示していることに気づくとね。この映画意外と情報量が多いので、さらに補足すると、まず最初の豪邸のリビングでの4人家族リビング殺人は、一度、近所に住む、前科持ちの不審者の辺見敦という別の人物が、逮捕されて、事情聴取で私が犯人ですと述べてしまうんですよね。後でこの謎はわかるんだけど、最初この時点では、見てる側も、あれ？セカオワ・フカッセが犯人なんじゃないの？って、狐につままれた感じになるんだよね。加えて、主人公山城慶吾は、高畑充希が演じるフィアンセの河瀬夏実と同棲していて、後に夏実は山城の子供を妊娠する。それと、最初の4人家族リビング殺人事件から、生徒以外にも、生徒の上司の真壁班長が事件の担当になっている。こういう感じで、山城が描いた30死をも、がモチーフとなる4人家族連続殺人事件をストーリーの軸にし、漫画家、山城慶吾の漫画家として&夏実との家族のエピソード、聖太や真壁らの刑事らのエピソード、そして深瀬が演じる諸住や辺見のエピソードと、この、三つのエピソードが、程よく絡んで展開をするんですね。まずは、人気サスペンス漫画の展開が、そのまま現実の殺人事件になる、というアイディアですね。それも最初は、キャラクター描写が乏しい主人公、山城が、実際の事件に出くわし、それを模写し、30死という、サスペンス漫画として世に送り出し大ヒットするというね。それが次の事件からは漫画30死が、先で、事件が漫画を模倣するという事態になるんだよね。漫画に描いたことが現実に起こるというと、ジョジョの奇妙な冒険パート3スターダストクレセイダースに出てきた、オインゴ、ボインゴの兄弟のボインゴのトトシンのスタンドを思い出しましたが、まあそういうファンタジーとかではなくて、要はね、諸住が、サスペンス漫画30死をオマージュしたというのが正確になるかな。まあそれにしても、世界の終わりの深瀬が演じた殺人鬼、諸住のキャラクターに尽きるかな。存在だけで不気味な感じが出ているし、他者とのコミュニケーションもコミュ障気味でおかしい。
何を考えているかわからない感じがサイコパスっぽくて、本当ミュージシャンとは思えない見事な演技でしたね。それでね、殺人鬼映画好きの僕は思いましたよ。サイコのアンソニー・パーキンスや復讐するは我にありの尾形健、羊たちの沈黙のアンソニー・ホプキンス、悪魔を見たのチェン・ミンシク、そしてハウス・ジャック・ビルドのマット・ディロンなど、あらゆる古今東西の映画の殺人鬼と比べると、深瀬の殺人鬼はいつの間にかにいる幽霊に近い存在感と、人間味が薄い不気味さに特化した殺人鬼なんだよね。人間味が薄いというか、空っぽな感じというか、何のために殺人をやってるのか。ハウスジャックビルドのジャックみたいな成長型でアートと天才肌があるのに近いけど、成長型としての描写はないんだよね。あと、屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカみたいな清少道の延長線とも違う。強いて言うなら、自己満足型なのかな。やむを得ずではない、悪魔を見たや、まあ、先ほども挙げた、ハウスジャックビルドにやっぱり近いかな。あと、死体のグロさでは、セブンに近いとも言われてますが、僕はね、それよりも、韓国映画の4人の食卓や、タンスを思い浮かびましたね。それとね、幸せな4人家族を壊すという構図そのものは、大ヒット韓国映画、パラサイト半地下の家族を思い起こしましたね。それと、この映画は、バディというか、共助というのがテーマになっているように思いましたね。そもそも、原案を手掛けた長崎隆が、編集者として、浦沢直樹の作品の共同脚本やスーパーバイザーなどをし、あと、共助をする間柄だったからだけに、この映画ではあらゆるところで共助が目立ちますね。その筆頭が、山椒と諸角の関係ね。悪役が描けなくて困っていた山椒は諸角と出会うことで諸角の事件を三十四として、描いて、大ヒットしてタワマンに住むまでになったんだよね。諸角の方のリターンはと考えると、まあ世に恐怖を知らしめる、承認欲求になるかな。この他にも刑事の真壁と聖太は言うまでもなくバディだし、聖太と山城、真壁と山城も捜査協力をしていたから共助になる。さらには山城と夏美のカップルも山城の漫画家としての稼ぎが足りないかろうが、まあ売れっ子になっても夏美は家具ショップで働いていて助けていたから、これまた共助のカップルなんだよね。そうそう、漫画家山城としての描写や編集部での打ち合わせなんかはものすごくリアリティがありましたね。そこは小学館でスピリッツの編集者や編集長を務めた長崎隆の脚本だから抜かりはないですね。全部が全部じゃないけど、小学館版のバクマン的な側面がある映画でもあるんですよね。アシスタントをいっぱい雇う大家の先生の制作風景の様子や、一人でペン入れやスクリーントーンを貼る新人作家のアナログな制作風景とか、あとパソコンを使ったデジタルな制作風景も見せたり、漫画家の映画 としても見応えはありましたね。あと、ちょっとした小技で、冒頭と一部のシーンで、これね、アルフレッド・ヒッチコックの裏窓のショットを使ってたね。裏窓ショットって単なるオマージュだけではなくて、他者の目という意味もあるんだけど、時折、夏美のシーンで、明らかに山城ではない他者の視線のショットがあって、これは終盤にこれ、とわかるんですけど、映画マニア的にはまあ楽しませてもらいましたね。それでは点数ですが、4.1 かな。あれ、割と褒めてた割には厳しいじゃんって思っただろうけど、この映画にはリアリズムにおいて致命的な欠陥がありました。
これは終盤で山椒の告白から34の、漫画の展開を模倣していることと、あとほぼ同時に最初の豪邸の外に泊まっていた運送会社の車から容疑者の似顔絵と写真が分かったのに指名手配をしてない。警察ってそんなに甘い？まして漫画34そのものが全国指名手配書そののようなものなのに誰一人としてそういう風に扱わない。明らかにね、漫画の展開が実際の殺人になる展開に酔いしれちゃいましたね、これは。でもね、深瀬の演技は良かったし、菅田将暉のボンクラッポセや、あと罪の声と同じく刑事役が板についた小栗旬や、先輩刑事っぽい中村獅童など、俳優はどこを切っても良かっただけに、まあ、惜しかったですね。今回は以上！